どうも皆さん、こんにちは。皆さん、今日はですね、こちらの Go to Bed っていうゲームをやっていきたいと思うんですけど、このゲームは一応短めのホラーっていうジャンルなんだけど、あの内容がね、すごい凝ってて面白いらしいんですよ。なんでだと。 なんで面白いんだと、このね、ちょっとグラフィックがね、うんちみたいじゃん。ただ、俺はこのグラフィックに騙されてはいけないと思ってます。このグラフィックの裏に真実が隠されてると思ってるから、俺は。うん。高評価とチャンネル登録していってね。r h t g o to bed.Situation 1.Subject A.Situation?Go to bed.Go to bed. ベッドに行けって言われてる、とりあえずは。あ何これおうんこだち、ちょっとごめんなさい。もう何回も言っちゃうけど。でもとりあえず GoToBed って書いてあったから、ベッドに行きたいと思います。みんな大好きベッドね。ベッドに寝るの嫌いな人いますかと。行くよ。おあ寝たってこと えっと、あなたは、玄関、フラントドア、前のドアの鍵を閉めましたか ?Yes, no. 閉めてないよ。何もしてないよ。No. えお誰か入ってきた シチュエーション失敗誰かが侵入してきた <laughs> ちょっと待って <laughs> 思ってたより <laughs> ちょっとねちょっと胸元あたり汗かいてるよ俺ビ <laughs> トライシチュエーションえちょっと待ってよちょっと待ってだからシチュエーションにが で、go to bed って言われてんのよ。俺はベッドに行けって言われてベッドに行ったと。そしたらなんか誰かが侵入してきたと。ね、だからつまり、こっから侵入してきたじゃん。ここの鍵を、え、だって最初聞かれたのよ。前のドアの鍵を閉めたかみたいな。どうやって閉めるんだここ閉めればいいってことえ閉めれなくねえてか、まあ、ちょっと見るか。ちょっと、家の周りを見るか。お前、まあ、え プレス E とアームホームセキュリティシステム。なんかいろいろとねあ、あここでできるやっぱ玄関だ。玄関のドアを閉めないとダメだったんだ。これね。ロックしたと。あ、だからこれで侵入できないってこと一回やってみる。これ、ちょ、一回ね、ここには窓も開いてんのよ。ほら見て。 ただ、窓を閉めなかったらどうなんかちょっと気になるから、ちょっと見ていいですかちょ、こ,こ閉めていくわ。閉めていく。で、で、これでベッドに行ってみるま、あれ、ちょ、玄関のドアの前閉めたからね。入ってこれない。窓から入ってくるのかなワンちゃんオッ OK。もう寝ると。ね。いつも通り、夜10時になると。えっ、ー、と、あなたは前の、あと玄関のドア閉めましたかはい、閉めたと。絶対閉めたね。 入ってこい。<laughs> <laughs> あなたは窓を閉めましたかと。閉めてないですね。オケじゃ次閉めるよ。ok。窓から侵入お前入ってきたよ。<laughs> <laughs> <laughs> こう、もう、こう来るよもう俺の腕振ってるの見えないけど、こう、こう走わかったこのゲームわかった誰かが侵入してこないようにすればいいんですよ。要するに。そういうことだ。なるほど、わかりました。もうわ、もうわかったの。もうルールわかったので、あのー、ベッドに行く前までに、いろいろ選択ができるのよ。例えば、例えば、この窓とかね。窓閉めていくと。窓閉めることによって、もうここから、でも、こう、ま、鍵をかけないでいいのか窓、ま、閉めないでいいと。で、ここにもあるねんほら、ホームセキュリティシステム。これも大事なんですよ。 で、これも、はいと、付けたと。で、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 で いきますすきますまず寝るとねえっ、ー、とあなたは玄関前のドアしめましたがはいと閉めましたとえはいはいノッキングしてくると入れないよとあなたはまを閉めまし閉めた窓閉めた,窓閉めたもうもう分かってるからで多分この後聞いてくるよほらほらえっ、ー、とホームセキュリティシステムを起動しましたかとしましたねはい なんでこれあなたはナイフを隠しましたかナイフなんてあったイエスって言ったらどうなのこれイエスって言ってみていいかしてないけどナオ こいつこいつめちゃくちゃ侵入してくんだけどえナないちょっと待ってよだからお待ってオッケーオッケー俺のミスだったこれは完全に俺のミスですねはいわかりますよ。何やってんだとこのイモとちょっと待ってとちょっとうわいや気づかんもうちょっとまナイフ隠すオッケーナイフ隠したと,あともうちょっとね入り見てこうねいり見てこう限ループしたくないから俺レオッケーかみがみテレビも大丈夫 大丈夫大丈夫そうだよ。もうナイフはナイフを。OK。いけます皆さん。大丈夫なはず。<laughs> いけます。寝る寝るぞ寝るぞ寝るぞ。もうもうもう大丈夫。ナイフも隠した。もう全部大丈夫。全部大丈夫なはず。あなた、玄関前閉めましたかイエス。はいと。あなた、窓を閉めましたかはいコンコン。コンコン,コンあれだ。あなた、えっと、ホームシギリシステム。はい。で、次ナイフだよね。 え、これ、侵入してきてね意味なくね警察が来るってことえっと、ライフを隠しましたが、はい。あ、警察来たええ、ここ鍵閉めてなくねあ、来たでも。お来たウェルじゃん。Well、done! 誰も侵入できないと。 なるほど。だから、戸締まりの大切さを教えてくれるゲーム。ただ、まだあるわ。ネクストシチュエーション。あうわ、シチュエーション2。サブジェクト B。だから、殺されるってことね。正しい選択をしちゃってみてまた GoToBed。また GoToBed、ま Go。どんだけベッド行かしたいね、俺を。なんか、これ多分、ベッド行ったら、襲われるよね、これね。おケちゃん、もうとりあえずもう、敵が来ること分かってるんで、みんなちゃんと戸締まりしてる寝る前に。 これ絶対してんのよ。なんでかっていうと、あのー、来るから。オッケーちゃん、ナイフ、ナイフあるね。ナイフ隠すと。正しくやっていくんです。全部順番取りで。もちろん、玄関の前も閉めちゃうというね。で、はい、セキュリティシステム防げると。さっきと一緒じゃねある意味。窓も閉めていくと。あなんだ、ここ。大丈夫これで。さっき、やったことはやったぞ。 全部いいけやろねこれいいけやろねこれいいけやろねと寝ます寝ます閉じまりしたんで閉じまりしっかりしてもう気持ちよく寝れると誰かが侵入しても警察来るから安心ですよセコム入ってるセコムえこの家は安全ですかみたいなしっかり守られてますかとイエス自信あります俺は俺自信あるよイエス 本当ですかめっちゃなんか疑ってくるんだけどイエスグッグッなんかよかったらしいというわけでシチュエーション3サブジェクト C「帰国」「帰国?え」え暗くねは俺今どこだと俺どうやってここに来たんだと えって俺、俺え、俺監禁されてねおい <laughs> なんだこの俺の家じゃねえぞこれはもはや出れんのおお、oh, no no! え暗いんだけどえ一回閉めていいえ寝れる え、どうなのこれね。えね、No, I need to get out of here. 寝れない脱出しろってなってる。え、怖くねおお、わあびっくりしたなんか何これ今すぐ出ないと。なんか豚のおいしさに似かんいけど。ちょっと待って,こなっての、なんでこの迷路みた見てロックされてる ちょっと待って怖い怖い何でいきなりこの何これえ怖いんだけど何でこれトイレトットペーパー置いてあんのんかうんこしてお前なんか死んでるよツッポンポンであ鍵ある嘘でしょ静かになった ねえめっちゃ怖いノ o、no! 走れ走れわゴーわ <Go! S 1> ーなにえ怖いんだけどお前はしごもえあ、は上上に来た出口を見つけないとえ誰かいるのえどういうことチェックウェンドえー、っと 閉まってる。なんか、なんか、探すみたい。これでね。えっ、ー、と、ホームセキュリティシステム。えっ、ー、と、ワイヤーを切れるかもしれない。えー、どういうことロックされてる。コードが必要。あここさっきの家じゃね違う似てるだけえっ、ー、と、ナイフがなくなってると。どっかに閉まったんだな。 出口がないまた下に行くんみたいなここはえまた下に行くのえもう無理なんだ、ね。んあっ <noise> なんであなたはベッドにいないのわ ちょっと待って。多分、なんかすごいのわかるんよ。すごい、つながってる意味がなんとなくわかるんだけど、うまく go to bed。最後、なんでお前ベッドにいないんだって言いながら、すっぽんぽんの男に襲われたんだけど、今いろいろ考えてるぞ、俺。俺が戸締まりする側だったじゃん。しっかりドア閉めたりね。ただ、最後はなんか、戸締まりしっかりしてあったせいで、握れなかったみたいな。で、殺された俺、わかった。今ね、見返して分かったのよ。 あの、シチュエーション2の時プレイしてる人が、あの、すっぽんぽんの襲ってきたやつなのよ。だから犯人役俺だから、<laughs> やばいこれ監禁してた側として、戸締まりしてたのよ。いやで、最後にシチュエーション3が監禁されてた人としてやってたと。で、繋がってたのよ。どっちもやってたってだよ。俺がある意味、に、逃がさないようにしたのよ。うわー まあまあまあいやすごいね分かるそう思うとちょっとちょっと俺とんでもないことしてたまあでも何がともあれねこのゲームから分かることはただ一つだけすっぽんぽんとこには気をつけろだちん